ちゃんのお鼻の傷はちっちゃくなってきますね。で、下のこれ、これ新品じゃないんですよね。これも傷にもあれにも効く、またあのヒビックスなんかを塗ってるんですけど、昨日ちょっと見つけてですね、そうかな、剥げただけならいいんですけど、とりあえず全身を全部見たんですけど、問題はないので、どこかまた擦ったかなって思ってもいるんですけどね。はい、ダッチジアンです。お母ちゃんはあ、朝プレイタイム隔離されて怒っております。チェックしてからね。はい、爽やかだね。出るかね。うんこ出るかもよ。なんか出そうだったよ。昨日からずっと出そう。ちっちゃんがいい。ああ、だいぶ張ってる。出るかも、一発目で。でもちょっと飲んでからがいいな、たち。悪くなってきたんで、うんちを出します。出るかな。父ちゃん、母ちゃんいるときに出してくれよ、大変だから一人出す。まだ出ないの。涙になっちゃってなんか上向いちゃってる。どうしたらいいかな。顔を出してんだけど、いやだよ、お父さん一人の時に 出さないでくれ。ブリ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 。疲れたね。もうダメだ。そうなんです。はい、じゃあ最後のうちを見て打てなきゃもう昼からがね、退場ができゃね。はいはい、ちょっとうんこ出してみましょう。のんびりしてる時間でもなくなってきますよ。洗濯物を干してもらえなきゃ。いやいや、俺やだよ、干さないよ。もうだって行くよ。いや、行かなくていいよ。洗濯物を干してから行ってくれ。ほら出てるし、もう出てきた。うん、ほら、ちょっと、あ、出る、あ、力んで、あ、いや、力んだ。いいよ、出してるよ。
出てんだろうか、なんだろうか。出てきた、出てきた。できねえ、できねえ。あ、ごめん。頑張れ。必ず、なんか、あさっての方向くよね。もういいです。いいの。いいの。ちょっと出たけどね。やめてくれよ。もう、夜まで我慢してくれよ。足。おー、出た。よかったね。出たね。出ましたね。うん。出ましたね。諦めかけてたんだけどね。まだ出るかも。うん。おしっこも出てるよ、まだ。なんでそんなずれてんだよ、こっちだってどううるさいし、モカちゃんうるさいし、ビビビビモカちゃんどころじゃない。うんこどこになっちゃったよ。はい、よかったね、出たね。ね、3センチくらいは出たんじゃない。ああ、すっきり。すっきりの顔がね。はい、ねえ。うわ。何すっきり。疲れたよ、もう疲れたよ。疲れた人は。はい。大丈夫？はい。よし。1日おきぐらい。うわ、ごめんなさい。大丈夫。はい、20日目です。今うんこ出たからね、368、うんこ出た分だけね、それでも増えてるね、350いくつだったからね、9だって56で、370じゃん、70じゃん、はい、はい、どうも、じゃあ洗濯物干してください、お母さん。ちょうど10時です。なんかゆうちゃん変色気味ですよね。まあ、ただの変色だということをちょっと期待してるんですけど、まあ、このレンちゃんもなんかもうパワフルで有り余ってますね、力。落ちた。これ多分コティなんですよね。コティちゃんどうしたかな。親父ちょっと見てこいよ。わかった。今日も俺こもりしてんだよ。大変だけどね、俺の仕事だからさ。追加しました。食べやすいよ。やっぱりロイカのムースがいいみたいですね。
ちょうたま、おやつありがとう、とっちゃん。美味しかったよ。島に来た、1995年の11月も、まあ、もうじき何十年、30年目に入りますけど、まあ、そこも11月何時来たっけ、十何時来たっすね。暑かったですね、まあ、こんな、日差しが、セーターを着てきたんですけど、それに船の上でなったって記憶がありますね。あと10日ぐらいでも何十周年、上陸記念ですね。ここで出てくるようになりましたね。ここはずっと草、生えてたんですけど、アダンがですね、つなぐ場所をこうしてからもう約、1年ぐらいでその全部食べちゃいましたね。なんだよ、暑いよね今日はね。ちゃんに甘えて寝るエビちゃんです。エビちゃんはさっき測ったらですね、 970g ありましたね。あとまあ1週間なんで、手術まで、まあ、1kg にはなるんで、しっかり手術してもらいます。で、ですね、こっちおそらく2週間遅れなんで60日目になります。小町、キューちゃんが今回よくですね、面倒見てくれて、今日はもう扇風機と除湿をまたかけてるんですけど、この、キーちゃんですね、キーちゃん体重でちょっと判断してたんですけど、やっぱり日齢ちょっといってますよね。小町と5日1週間ぐらいしか1週間変わらないぐらいだと思います。ちょっと今から体重測ってみますね。あれ、来た来た、これ誰、これ小町じゃん、
で仲良く育ったね。はい、キーちゃん測ってみようね。え、763いったね。763 OK。 はい、 OK。 ちょっと足のけてください。え、抜かれてんじゃん。あんた674しかないよ。ん、そうキーちゃんの方が大きいじゃん。ね、やっぱり月齢、日齢いいですよね。で、まあ、今エビちゃんいるんで、エビちゃんちょっとですね、来ないと測れないんですけど、ほら970いくつありますよね。今これは引っかかってたかな。ちょっと待ってよ。こあ、持った感じやっぱりこまっちの方が軽いですね。672。あら、キーちゃんに逆転されてる。どうしましょう。風の音がちょっとうるさいんですけど、ここが、島の北端部ですね。北側空港の裏になります。ちょっと時間があったんで久しぶりに来てみました。飛行機で見てくるとこの海をみんな見て綺麗だなと思うんですけど、なかなか場所が分かんないかもしれません。風がなきゃ本当にいいんですけどね。はい、3時です。順調だと思ってたんですけど、ポカしましたね。2時半のミルク忘れてましたね。そんな悠長に空港のあたりまでちょっと OK っていうあれはなかったですね。はい、これ食べます。今から、ミルクし、第一陣あげてミルクします。まだ3時なんで大丈夫です。この子たちは別に3時なんで普通の時間帯ではありますよね。あれが、かわいそうな、ちょっと待たせちゃってますね。まあまあまあ、もう大きいんで、もう、まあ、我慢はできると思いますけど。下に何匹いるのか。よいしょ、下の方に座っちゃえ、おじさんたち。食べたい人からも食べないとないというのがあるんですね。いきます。よしよし、もう食べてもらいましょうね。みんな扇風機回して除湿ですね。熱です。よし、はい、ミルクあげます。いいよ、ごめんね。いいよ、大きくなったな。ね、ごめん。え、ちょ、ね、大きくなっただけによいしょ、ごめんね、ちょこなっちゃったね。ちょこだ、さっきだね。うんこいっぱい出たもんね、さっきね。そうね、おしっこしようね。じゃあおしっこしてミルクだ。うん、残るしくなったね。すっかり。はい、お腹ポンポンでエッチ。うん、ちょっと出たからやめて、取らないで。ちょっとね、8時半から9時の間ね、ちょっとゆっくり見るからもね。はい、ちみ、やめちゃう。はい、第二陣を入れます。おお、かわいい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 、かわ下用のお皿をいっぱいあるのでちょうどいいんですけどね。そのままいきましょう。はい、はい、はい、どうぞ。はい、エルモくん、エルモくん、よいしょ。ちゃうってそんなやつは足元にうろちょろうろちょろしてるからさ。はいはい、食べて。はい、こっち。はい、ピコちゃんとこもあるよ。はい、クマさん、はい、こだわり。はい、よし、OK。よし、待ってよ。
よし。ね、ちゅうちゃだ。あとあと。よし、第二陣が。やっぱり、ゆうちゃんはまた。ゆうちゃんを待たせね。よいしょ。ちょっと待っててよ。はい、どうぞ。こまっちの体重がどうして増えないのかな。増えるんですけどね、こんな子壊してるって雰囲気でもないんですよね。はいはい、どうぞ食べてください。よいしょ、どうぞ。ペロコさんとキイちゃんはですね、あんまり大皿やっぱり得意じゃないですね。まあ、そう言いつつ来ましたけどね。ペロコさん。そこに入るかな、俺たち。私は入れるかしら。どうしよう。ビビ様何してんのよ。キリコさん。